ジャージー岩のオーシャウノビッチは、ポーランド出身の水球選手、水泳選手、第二次世界大戦中に活躍した、ギリシャのファンナチス組織の破壊工作員である。戦後に作られた映画や小説から戦後は、エージェントナンバー1、ポーランドのジェームズ・ボンドなどと呼ばれた。ロシア人とポーランド人のハーフで、ギリシャで育ち、フランスの学校に留学していた経歴から、 多言語話者で母語のポーランド語の他に、英語、ロシア語、フランス語、ドイツ語、キリシャ語を話せたことから、イワノー、イワノフなど名前の読み方はロシア語と、ポーランド語と、キリシャ語の間で表記の揺れがある。ジャージーイワノー・シャウノビッチは、1911年12月14日に、ワルシャワで、ロシア軍の大佐ウラジミール・イワノフ伯爵と、ポーランド人の母親の息子として生まれた。 彼の両親はすぐに離婚した。彼の母親はギリシャ人のヨアニス・ランブリニディスと結婚し、1926年、夫妻ともにギリシャ北部のテッサロニキに移住した。彼は GS イラクリス・テッサロニキスポーツクラブのアスリートになり、著名な水泳選手になった。1934年、彼は100メートルのフリースタイルでギリシャのチャンピオンになった。 1935年にポーランド市民になった後、彼はアズズワルシャワの水球チームとポーランド国立水球チームの一員となり、1938年にポーランドのトップ水球選手に選ばれた。また、ルーベン大学で農業工学部を卒業し、その後パリのコロニーある農業国立学校で大学院課程を修了した後、ギリシャに戻った。テッサロニキにある 岩能の像、第二次世界大戦の勃発とナチスドイツのポーランド侵攻により、彼はテッサロニキに逃れてきて、ポーランド難民の避難支援組織を手伝い、1940年にポーランドの情報機関に参加した。1941年4月にドイツのギリシャ侵攻の後は中東に逃れて、そこで西部ポーランド軍に加わった。そこで彼はギリシャで、 情報活動のためにポーランドとイギリスの情報機関によって選ばれた。1941年10月13日、イギリスの潜水艦 HMS サンダーボルトに乗ってアッティカの海岸に上陸してアテネへ潜入した。ギリシャのレジスタンスでの彼の活躍は驚異的だったギリシャの軍事的及び政治的状況、現在ドイツ人によって使用されているギリシャの戦争産業、 および船と鉄道のスケジュールについて報告する連合国のための広範な情報ネットワークを確立することは別として彼は数多くの妨害任務に従事した。彼はドイツ軍の航空機エンジンの修理工場に潜入してエンジンオイルに砂糖を入れる破壊工作を行い400台を超えるエンジンに悪影響を与えエンジンの誤動作による複数のドイツ航空機の墜落事故を引き起こした。 あとに、ドイツ軍の U-133 と,と U-372 の沈没にも関わったと、される。ただし、u 望との沈没に関しては、戦後の小説と映画での創作と言われている。仲間だったコンスタンティノスパントスの裏切りによって、初めてゲシタポに捕まった時は3日後に脱走した。その後、ドイツ軍は彼に50万ドラクマの懸賞金をかけた。 彼は1942年9月8日に別の仲間の裏切りによって捕らえられ、12月2日にドイツの軍事裁判で30の死刑を宣告された。彼は1943年1月4日にカイサリアに射撃場で処刑された。イワノがワルシャワに住んでいた家の記念の盾1944年12月5日、地中海の連合軍最高司令官である。 ハロルド・アレグザンダー元帥が母親に感謝の意を表した。1945年3月30日、ポーランド亡命政府は勇気の十字架勲章を授与した。1962年3月5日、彼はポーランド軍への奉仕で英国政府からも表彰され、1976年5月25日、ギリシャで最高の勲章である黄金勇気の十字架勲章を授与された。 1972年、彼の人生はポーランド人民共和国でエージェントナンバー1として映画化された。ギリシャでは彼の異様はテッサロニキに立っている銅像や1953年以来毎年開催されている水泳大会岩のフェアによってさらに称えられている。ギリシャのテッサロニキにある屋内スポーツアリーナは彼に敬意を表して 岩のフェイをスポーツアリーナと命名されている。ありがとうございます。